お勤めなさってた支店の方はもう流されて静岡支店ですか。でこの窓口にいるのは静岡支店の職員、まあ、お客さんのお顔を知ってるし、というのが一番ですね、まあ静岡は2つ、まあ、5月もそうですけど店舗がないわけですから、お客様は何も銀行業務できないんですよね。ここにね設置するかっていうのをいろいろ検討したんですが、まあ、まあ公共的な部分というか商店街、みんな商店街です、まあ、そうすれば商店街にお客様も来るでしょうし、ついでに買い物もするでしょうしという、まあ両方のね、あの思惑というか、あの希望というか、という人よしですねそうですね、まあここの場所以外でも約10日間まで行ってないのかな、延べで10日弱1週間ぐらいでしょうけど、大体毎日今のところ利用客上がってきてる。で先週ここでやった時は、まあ、ATM コーナーも窓口も含めて60人ぐらい、店舗については先もこれからちょっと町の復興計画とかね、土地の造成状況を見ながら考えていくので、もう少々この対応をね続けていこうかなという状況ですね。はい、あのね、仙台銀行どこでも窓口ですけども、毎週月曜日が5月、火曜日が伊里前の商店街で、水曜日が南三陸町の復興名店街です。で時間は窓口が10時から14時まで、 ATM が10時から15時までになります。祝日はねお休みしますけども、平日はこの曜日通りやっております。